次に山川百合子君さん、山川さん、どうぞ。はい、ありがとうございます。立憲民主党、そして無所属の山川百合子でございます。今日は法案審査の際に質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。で、早速なんですが、私、子ども・子育て支援法の一部改正のうち、子育て支援に積極的に取り組む事業主に対する、助成制度の創設について伺いたいというふうに思います。で、この助成制度の創設は、雇用する労働者の子育て支援に積極的に取り組む企業に対して、助成金を支給し、その取り組みを支援していこうというものと理解をしています。企業側からの申請により、50万円を支給、対象企業としては、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組む企業とされています。で、この支援制度の創設については もちろん大いに歓迎しておりますし、まあ、次元的なものとされているようですが、まあ、その成果を見ながら、効果を見ながら、ぜひ拡大していっていただきたいなというふうには思っています。ただ、ここで今日お伺いしたいのですが、この助成制度の目的についてです。で、目的では子育て支援に積極的に取り組むという、取り組む企業とありますけれども、この子育て支援には、子どもを持つための支援、すなわち不妊治療とかですね、あるいは妊活とか、そういったことも含まれているのかということを含んでいただきたいということなんですが、その点について伺っていきたいと思います。そして通告ではまず大臣に、そしてその後政府参考人、内閣府と厚労省とお願いしているんですが、ちょっと先にですね、制度のことをまずこの提案されているその中身について伺っておきたいので、まず参考人の方に伺っておきたいんですけれども、まずはその、内閣府の方なんですが、そもそもこの、目的、対象にですね、この子育て支援とありますが、子育て支援を、まあ、子育て支援をする企業とありますけれども、その中に、まあ、不妊治療なり妊活などが含まれているかということが内閣府、そして合わせてですね、ちょっと時間も限られているので、合わせて伺っておきたいんですが、そもそもその対象企業となるのは、クルミン認定制度。にこれ、厚労省のものですが、そのクルミン認定を受けた企業、あるいはプラチナクルミンですね、を対象としているわけでありますけれども、であるならば、そのクルミン認定制度、クルミン、プラチナクルミン、ここには、その不妊治療とか、その、妊活とかも、そういった子どもを持つ前の、子どもが生まれる前の子どもを持ちたいというカップルを、あるいは労働者を支援することも含まれているのか、このことについて参考人から伺いたいと思います。内閣府子ども子育て本部、島田統括官。お答えいたします。まず助成金の制度の方でございますけれども、この助成金の使途につきましては、今後の、まあ、詳細は検討事項でございますけれども、労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするための整備に幅広く活用いただきたいというふうに考えておるところでございます。制度調査、先ほど言いましたように、今後検討ではございますが、例えば、育児休業等を取得する職員の代替となる職員を確保するための費用でありますとか、所定外労働の制限、短時間勤務やフレックス制度の導入、周知のための費用等に充てていただくことを想定はしておりますけれども、その中で妊活を支援することも含めた、まあ、休暇制度の導入等に充てることも可能ではないかというふうに考えております。いずれにしましても、制度の詳細については、今後、経済界の意見も踏まえながら、厚生労働省とも連携しつつ、さらに検討を深めてまいりたいと考えております。厚生労働省雇用環境均等局雇用環境総合整備室長、岸本君。お答えいたします。クルミン制度についてでございますが、まず現在の認定基準でございますけれども、これは認定の計画の期間の要件ですとか、行動計画の目標を達成したといった要件のほかに、一つは男性の育児休業等取得について、一定の基準を満たしていること、それから、女性の育児休業取得についても75% 以上という数字を満たしていること、それから、3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、育児
休業に関する制度や所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度を講じていることなど、から労働時間に関する基準などを定めております。それから不妊治療との関係でございますが、これにつきましては今申し上げたとおり現在の認定基準には不妊治療に関すること入ってございません。でこれに対しまして、不妊治療と仕事の両立線を一層図っていく観点から、クルミン認定の仕組みを活用いたしまして、仕事と子育てとの両立に加えまして不妊治療との両立にも積極的に取り組む企業を認定することにつきまして、労働政策審議会の関係分科会におきまして、昨年の12月に事務局厚労省から提案を申し上げたところでございます。現在そこの場での議論を受けまして、さらにどんな具体化ができるかについて検討を進めているところでございます。また妊活に関しましては不妊治療に至らない妊活、さまざまな取り組みの対応ございますけれども、総じて申しますと、長時間労働ですとか休暇取得ですとか労働時間に関するその、融通なり柔軟性、こういったことが重要なんではないかというふうに考えておりますが、この点に関してはすでに今のクルミン認定の中で、労働時間に関すること休暇に関することが入っておりますので、そこで合わせてその妊活される方の環境整備につきましても見ることができているのではないかというふうに考えているところでございます。山川さん、はい、ありがとうございます。それぞれ内閣府も、当然入るものとして考えていくという方向ですし、厚労省の方も認定制度の中にその事項として入れていくことになるんじゃないかとおっしゃいましたが、この間の労政審でそれ一応それが改正の内容になっていると思いまして、4月からに不妊治療もその事項の中に入ってくるというふうには、私は理解しておりますし、その説明を受けたものと思っています。でその上でなんですけれども、ただですね、そのいろいろとその労政審でもそのこの私この立憲民主党の不妊治療ワーキングチームの事務局長もさせていただいていて、私も当事者であるのでこの問題すごく熱心に取り組まさせていただいているんですが、いかにこの不妊治療が大変かということと、このことに対する社会のニーズがものすごい高いかということは、菅総理が保険適用を決めていただいたことでどれほどその希望が湧いてきているかということを見ていただければ分かると思うんですけれども、ただですね、そのここで私申し上げたいのは、その子育て支援というふうに大きく言ったときに、そこまでちゃんと入っているのか、子どもを持ちたい人が持てるような社会環境を整備していくということまで入っているという認識が、その社会全体にまだまだ浸透がされてないんじゃないかというふうに思います。それでですね、大臣に伺いたいんですが、私昨年発表された5月に発表された少子化社会対策大綱ですね、これの中に、これは新しい令和の時代にふさわしい少子化対策ですが、その中に結婚、妊娠、出産、子ども子育てに温かい社会を作るというふうに述べられているんですね。ですからこれまでは子育てということが中心だったと思うんですが、子どもを持ちたい人が持てる社会にするというそのメッセージをもっといろんな機会を捉えて発信していくべきだというふうに思っております。ですので、いろんなその、クルミン制度にしたもうやはり子育て支援というふうになっていますので、それがもっと幅が広いんだということをいろんな機会を伝えていくためにですね、例えばその、大臣にお聞きしたいんですが、この制度企業に紹介するときにこれは不妊治療なども含みますんですよということをその一言加えるとかですね、あるいはもう少し積極的に子育て支援をする企業の手前に、もう少し言葉を加えて、子どもを持ちたい人を支援および子育て支援とかですね、そういった形で機会を捉えてこのことをメッセージとして発信していただきたいんですが、いかがでしょうか。菅本大臣、今事務方からもご説明しましたように、この幅広く休暇を取れる、そういう制度を、取っていただければ、それは妊活もその中に含まれるわけでして、そしてそれが、プラチナクルミンあるいはクルミン認定にもそのつながると、いうことであります。ですから大きな意味で、その
クルミン認定の中に、あるいはプラチナクルミンの中に、まあ、妊活も、まあ、含まれるというような解釈でございますけれども、まあ、今後の実施にあたってはですね、経済界の方としっかりそこは連携を取りながら、意見交換をしながらやってまいりたいというふうに思っております。山川さん。はい、ありがとうございます。そしてもう一つなんですけれども、その不妊治療という言葉、確かにその、クルミン その認定の事項の中にも入れていただくことになるんだと思うんですが、その時にですね、不妊治療っていう言葉を使う時に必ずその手前に男女ともにっていう言葉を変えていただきたいなと思ってるんです。っていうのは、不妊の原因の半分は男性にあると言われて、まあ、久しいわけなんですが、そのことが日本の社会ではまだまだ浸透していないと。そうするとどうしても妊活とか、あるいは妊娠とか言った時に、その女性のこととして捉えられがちですが、いやいやいや、不妊治療はあるいは妊活は男女ともの両方に関わることなんだということを伝えるために、男女ともにという言葉を加えていただきたいんですが、そのことについての大臣のご見解をお願いします。佐本大臣。私も男性の方から、やはり不妊治療自分も受けて結局300万ぐらい使ったと、まあ、しかし、まあ、最終的にはなかなか難しかったけどもと、まあ、いうようなこともお伺いをしております。委員のご意見しっかり受け止めたいというふうに思っています。山川さん。はい、ありがとうございます。ぜひ本当に社会が動き出していますし、その背景には当事者の、そして当事者に共感をするたくさんの国民がいるということを受け止めていただいていると思うんですが、ぜひメッセージをより積極的に発信していただければと思います。それでもう一つなんですが、今日はせっかく少子化担当の大臣に質問する機会をいただけたので、少子化社会対策大綱について伺いたいというふうに思います。で、この大綱、私も読ませていただきました。私も県議時代から、まあ、少子高齢化問題にも取り組んでまいりましたし、まあ、私不妊の当事者ということで、その問題、あるいは待機児童とか、あるいは子育て支援取り組んでまいりました。で、この大綱は、まあ、先ほども言いましたが、新しい、まあ、令和の時代にふさわしい少子化対策として、まあ、こういうこと書かれています。多様化する子育て家庭のさまざまなニーズに応えるという項目の中で、かつて家庭や地域が担っていた子育てを支える機能を時代にふさわしい形で再構築していくというふうにあります。これには私も大いに共感をしています。そして大綱全体を見ると、大変多岐にわたる課題が国際比較の中で幅広く網羅されているというふうに思います。ただちょっと気になるのは、その文脈の ほとんどがですね、子育てについての第一義的責任を有する父母などの保護者と、それを支える社会全体が主体でまとめられていて、子ども目線というよりは、まあ、親もしくは保護者目線という、まあ、印象が強いと。これが私が気になった点であります。確かに少子化の背景は、大綱で指摘するように未婚や晩婚化といった若者のライフスタイルの変化や、非正規雇用で経済的自立や安定が確保されていないなどの社会的な傾向があることは事実です。またいろんな政策を打ってですね、出生率の回復を実現したヨーロッパ諸国の諸制度に学ぶことも有益であるというふうに私も思います。ただそこで忘れてはならないと私が思うのは、その欧米の先進の事例に学ぶときにですね、彼らの目線というのが、まあ、常に親目線ではなくて子ども目線に、まあ、あるということ、諸制度の根幹にある諸法規、すなわち法制度が子どもの権利や人権に視座を置いて設計されていることだと、私は常日頃、まあ、日常的に思っているんですね。で、この点については、まあ、後ほど共同親権について の質問項目で、まあ、議論もちょっとさせていただきたいと思うんですが、まずは大臣に、この今の時代の子育て少子化対策についてどのような課題があり、そしてどこから解決して行こうと考えておられるのかのご所見をまずはお伺いしたいと思います。坂本大臣。少子化に対してはさまざまな希望の様々な希望を阻むいろんな哀慮がございます。この哀慮をいかにしてやはり一つ一つ打破していくか、まあ、このことに努めながら少子化対策をしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。山川さん。
はい、ありがとうございます。後ほど大臣にもう一度伺いたいと思うんですけれども、少しその共同親権の問題にも入っていきたいというふうに思います。はい、大臣に最後に伺いたいと思っているのは、この少子化対策を議論するときに、阻むことがあるから、それを解決していくというふうにおっしゃられたんですが、その必ずその子ども目線で少子化対策ということを再検証していただくことを、私はお願いしたいというふうに思っているんですね。で、これは少し述べさせていただきますが、我が国の法制度は長年、伝統的な家父長制を暗黙の前提として議論されてきたとは言えないでしょうか。だからこそそのジェンダーの問題が常に立ちはだかったり、また今回も厚労の方で議論することになりますが、育児休業期間中の就労の、制度、これ男性に特例というか育休を取得率を上げるための特例の措置ですが、このことを提起することで、そしたらこれはまた女性には認められないわけで、ここがまた男女差別なんじゃないかという、指摘が起きたりですね、雇用機会均等法や選択的夫婦別姓法案などが、議論される背景には、日本の家族法が定める法の精神や価値観が強い影響を与えているのではないかと私は思っております。で、特に夫婦関係が破綻したときに、日本では当然のように単独親権が認められていますが、これを親ではなくて子どもの目線から見たときには、子どもから片親を引き離す行為だということなのに、そのことが日本の法制度には読み込まれていないというふうに言えるんだというふうに私は思います。世界では共同親権がもう主流というか、ほとんどの国がほぼと言っていいほど、ほとんどの国が共同親権です。で、そのことを、これはどうしてかというと、子ども目線、先ほどお話した子ども目線で法整備を進めれば、子どもにとっては父親も母親も同じ親であるということ。で、これが単独親権だと、親の親権争いに子どもを巻き込むという、そういう考え方が、しっかりとその根底に、その欧米をはじめとする欧米を中心にですね、その世界の共同親権を認めている国にはあるんだというふうに思います。で、ですね、時間がないんですけれども、今日は小野田法務大臣政務官にわざわざお越しいただいて、本当にありがとうございます。無理を言いました。ありがとうございます。で、どうしても小野田政務官に伺いたいなと思ったのはですね、政務官はアメリカ生まれでいらっしゃいます。それでこの共同親権、今世界の主流でありますが、法制審議会の方で、議論が共同親権を含む議論が今始まったというふうに理解をしておりますが、小野田政務官は、この件について共同親権、子どもの目線から子どもの権利、子どもの利益、そして子どもの最善の利益ですかね、から見たときにどのようなご主権をお持ちかお伺いをいたしたいと思います。小野田法務大臣政務官。この利益の確保の観点から見たときに、現行民法が採用している離婚後の単独親権制度の見直しの是非は、離婚に伴うこの養育のあり方に関わる課題の一つと考えております。もっともこの問題については、離婚後も父母の双方が子どもの養育の責任を負うべきであるとして、いわゆる共同親権制度等を導入すべきであるという意見がある一方で、これを導入すれば離婚後に子どもの養育に関する事項について適時に必要な判断が難しくなるといった慎重な意見もございます。離婚及びこれに関連する制度の見直しについては、ご指摘の離婚後の親権にかかる制度のあり方を含めて、現在法制審議会家族法制部会において調査審議が行われておりまして、本年3月30日に第1回の会議も開催されております。具体的な検討は法制審議会の今後の議論の展開に委ねられますけれども、法務省としても法制審議会において充実した調査審議が行われるように必要な対応に努めてまいりたいと思っております。山川さん。はい、慎重なご答弁、ね、だと思います。政務官とお考えというか、なかなか難しいのかもしれませんが、ぜひなんていうか思いをお伺いしたいなと思って、今日はちょっと無理を言ってお呼びいたしました。ぜひこの世界的にはやはり共同親権がもう本当にほとんどそうですし、このことが日本が単独親権であることで、ハーグ条約違反だとかって言って国際問題にも発展していることでもありますから、ぜひ子どもの最善の利益、子どもの、を最優先、子ども目線で審議も進めていただければと思っています。そして、大臣、すみません、坂本大臣、すみません、最後になるんですけれども、
まあ、ぜひね、この、少子化対策をいろいろ検証していくにあたって、子どもの目線というものをしっかりとやはり踏まえていただきたい、このことをぜひ坂本大臣にはお願いしたいんですが、いかがでしょうか。ぜひご説明をお願いいたします。坂本大臣。少子化社会対策大綱におきましては、さまざまな家庭、子どもへの支援の一つとして、父母の離婚時における養育費の確保の支援、および面会交流の取り決め促進について、盛り込んでいます。引き続き私たちの立場といたしまして、少子化社会対策大綱に基づきまして、関係省庁と連携しながら安心して、子どもを育てられる環境整備、これに取り組んでまいりたいというふうに思っております。山川さん。はい、ありがとうございます。再度その子どもの目線というものを非常に大事にしていただきたいということを申し上げまして、質問の機会に感謝して終えさせていただきます。ありがとうございました。次に後藤祐一君。